大学の友達で富山くんっていうのがおって、富山くんもめちゃめちゃ真面目なんよ。友達の俺らとかにももう敬語で話してくるみたいな。で、その理由かどうか分かんないけど、一個なんかちょっと宗教特定のやつをある宗教信じてる熱心な信者やって、興味ある人いたら僕のところに聞きに来てくださいみたいな感じで、ここで。で、何喋っても、ありがとうございます、みたいな。もう全然、同い年だし、全然、敬語とかいらんやんって言って、いや、それはそんな、できないです、みたいな。すっごい真面目で、もう、授業態度もめちゃめちゃいい。もう、遅刻なんかせえへん、もう、欠席もせえへん。もうめちゃめちゃ良好。超絶真面目やってんけど、ある時、ゼミコンって、ゼミコンって言ったら、ゼミのコンパの担当の教授と学生で集まって、飲んだり食べたりする会が、食事会があって、それ行ってて。で、そこで、お酒をめっちゃ飲んないの。で、みんな、たまには飲みや、とか言って。で、お酒私好きなんです、みたいな感じで、ガンガンお酒飲んでいってて、その天馬くんが。で、もうめっちゃ酔っ払って、酔っ払いすぎて、ああ、もう世の中なんで簡単や、とか言い出して、みたいな。敬語やで、簡単や、もう、つって。簡単、どうせあれやろ、金やろ、金なんやろ、とか言い出して。ほんで、財布取り出して、これなんやろ、これなんやろ、って言って、千円札渡し出して、ほんで、隣の、ところのテーブルまで行って、知らんお客さんに、もう金なんやろ、これが欲しいんやろ、これなんやろ、って渡し出して、おい、もう、何やねん、お前、やめろよ、みたいな感じで言われないやつ、先生が、やめなさい、とにかくやめなさい、すいません、申し訳ないです、みたいな。もう、大混乱に居酒屋を陥れて。で、後日、外山くんが、もう、申し訳なかったですって調べる状態もらったけども、ローソンでめっちゃバイトしてるから、ローソンでめちゃめちゃバイトして、すっごい高級なお菓子セットみたいなのを買って、担当教官とか持って行って、もうご迷惑をおかけしました、いや、こんな高いのええよ、もうその酔っ払って失敗は誰だってあるから、気付けていこう、富山、みたいな感じになって、じゃあ、いや、もう申し訳ないです、みたいな。で、渡したい、ローソンでバイトして。ほんで、富山君がもっと自分の宗教をみんなに広げていきたいっていうので、悩んでたわけ。どうやったらもうみんな宗教の話、僕の宗教を聞いてくれるかな、みたいな、これ悩んでて。で、一つ、結構ニッチな宗教で、宣伝方法がめちゃめちゃうまい宗教を見つけたらしい、富山君が。で、その宣伝方法を僕も学びたいっていうので、その宗教団体にこうメールを出して、交渉をして、2日間だけ、1泊2日で体験っていうか、中に潜入できる機会をゲットすることができて。で、関西の大学だったから、その場所が関東で本部があるのが、そこまで行ってきます、みたいなこと言ってて、自分で自分の道切り開くタイプだなとか思いながら。で、何人かで行ってたし、で、ここ俺は一緒に行ってないんだけど、これはもう一緒に行ったから聞いた話なんだけど、車でバーって行って、で、途中もう疲れてちょっと休憩しようやってので、コンビニで休憩することになったんよ。車止めて、じゃトイレ行ってくるわって言って、僕も買いたいもん買いますとか言って、降りてきて、コンビニ入ったら、店員さんとお客が、みたいな感じでギョッとしまして、パッてその子を振り返ったら、富山がそのコンビニセブンイレブンやねんけど、ローソンの制服着てて、えってなった。いや、お前それ何着てんの、ローソンの制服だって寒いから、冬で寒いからとか、いや、寒いか知らんけど、ローソンの制服置いてこいよ、セブンイレブンやぞ。